ニームは、フランスの南部に位置する都市で、ガール県の県庁所在地である、円形劇場古代ローマ時代からの都市であり、当時の名を、コローニア・ネマウサと称する。ニームには古代ローマ時代の橋、神殿、円形劇場などの遺構が数多く残る。水道橋ポンデュガールは一世紀に建設され、町にウゼ川から水を供給した。現在ポンデュガールは、ユネスコの世界遺産に登録されている。 ニームの円形劇場は、現在も、闘牛やコンサートに使用されている。街の名前は、ローマ人の村にあった泉、ネマウスに由来する。ニームの街のシンボルで盾の模様でもある図柄には、ヤシの木にワニが鎖に繋がれており、ネモサスの植民地あるいは居住を意味する、コロニアン・モサスの略語カナムの文字が刻まれている。カエサルのニーム遠征に仕えたローマ軍の大役軍人は、 15年間使えた後、ニーム平原に工作するための一区画の土地を与えられた。ニームは、紀元前118年に建設されたイタリアから、スペインに至るローマ街道である、ドミティア街道沿いに位置した。紀元前28年より以前、ニームは、ローマ帝国の植民地となった。証拠としては、初期の効果に、ネマウス植民地の省略文字ネム、コルと書かれている。数年後、 教会と他の建築物は噴水と共に建設された。アウグストゥスが町を当時のナルボンヌ県の県庁として建設し繁栄をもたらしたが任務はすでにローマの影響下にあった。アウグストゥスは町に6キロメートルにもわたる14の塔で増強された環状の城壁を築いた。そのうちの2つの門がアウグスタ門とフランス門は今日も残っている。 当時の町の人口は6万人と見積もられている。彼は公共広場を建てさせた。丘から北側に水を運ぶためにローマ水道が建てられた。ウゼスとルムーランの間でガルドン川を渡る町の北西 20km の地点に壮大なポンデュガールが建設された。町に記念碑はなく、発掘の過程で発見された碑文や建築物の破片でその存在がわかる。町には 市民のバシーカ教会やクリア集会場、高校、そしておそらく円形競技場もこの時あった。円形競技場は2世紀の末に建てられた。ローマ皇帝、アントニヌスピウスの家族は、ニーム周辺のネマウススの出身であった。町は3世紀末まで繁栄した。4、5世紀の間は、近隣のアルルがより繁栄していた。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世は、町に欲情を与えた。 473年外は、西元族により外は占領された。侵略と大敗の時代であったガロローマ時代の後、一世紀、ガリア人によって設立されていた、キリスト教会が、市民に開かれた最後の避難所として登場した。教会は重要な人物によって組織され、指導されていたので、時代の流れの中で徐々に、その重要性を増していった。移民族の侵略後、710年。 スペインからムーア人の襲撃に直面した。占領はショーピピンの支配下で754年まで続いた。街は数多くの紛争や侵略により破壊されたが、現在は華麗なガロローマ文化都市の影響のみが残る。その地域的な力は円形闘技場に見られる。カロリング町の支配が比較的平和な状態をもたらした。 しかし12世紀の封建時代には、ルイ9世の時代が訪れるまで、地域紛争が続いた。この間、任務は、古代の遠景闘技場内の平民の力で共同で、運営されていた。競技場内には、ビギアーや闘技場の騎士が住んでいた。宗教的な権威は、教会と司教座聖堂三次会、司教の家周辺の司教関連の複合施設に、基づいていた。一方、 町はメゾンカレの4人の執政官によって代表されていた。絶え間ない封建時代の争いにもかかわらず、牧畜業やそれに関連する活動と同様、商業や産業の両面でもある程度の進歩が見られた。トゥールーズハクレーモン7世による人力の後、累級生はラングドックとなった、この地域に何とか王室の権力の基礎を固めた。十四から十五世紀の間、 ローヌダニは、経済を破壊し、飢饉の原因となった絶え間ない一連の侵略に、見舞われた。習慣は忘れ去られ、宗教的な動乱や薬病が起き、街は、影響を受けた。ニームは、プロテスタントの拠点の一つであったが、悲惨な薬病の定期的な発生に加えて、17世紀、中頃まで続く、激しい弾圧や親族が殺し合う、対立の影響を受けた。メゾンカレ潜水公園。 マーニュトーディアーの神殿がアウグスティスモンニームは古くからブルージーンズの素材であるデニムの名前はこの都市が由来となっている。市役所の地理上の座標は以下の通り、面積は165.85平方キロメートル、人口は約13万人、近隣コミューンを合わせると約15万人、ニーム都市圏としては約22万人に達する。ミシュラングリーンガイドプロバンス。 著作フランスミシュランタイア社1991年6月1日 P153 から157ありがとうございます。